お疲れ様でした。まず二次予選のメンバー出た時どう思いましたか。ちょっと強烈だなというふうに印象を受けたんですが。まあ、でも強烈ですよね。11レースちょっと強烈だなというふうには思いましたけど、まあでもそこでこう勝てればすごい価値あるなというふうには思ったんで、まあ本当に思い切って走ろうというふうなことだけです。考えて走りました。実際グニさんとワンツー決まってどうですかね。まあ、今までその並びで逆っていうのはないですけど、ずっと僕前ですけど、本当にここ最近ワンツー決まる、連携したらワンツー決まるのも多いですし、もう本当にしっかり援護してくれるんで、落ち着いて走れてよかったです、ね。本当平塚の決勝がまずそう衝撃的だったのと、で今回も和田健太郎さん、郡司さんと足のある方を振り切っての連勝ですが、ご自身としてはどうですか。なんかちょっと一つまた変わった部分とかあるんですかね。まあ今までは思い切って走っていましたけど、まあさらに思い切って走れるようになったのと、まあ一個こう今日のように落ち着いて走れるようになったっていうのが、まあそこもう一つ上になんていうんですかね、つながってるんじゃないかなと思いますね。で G1 デビューしてちょうどこの去年の全日本選抜からですけれども、まあ一つ目標にされている決勝っていうのがだいぶあと一歩のとこまで来てますが、まあでも去年からそのあと一歩がすごい遠かったですし、まあ本当に去年の今ちょうど同じタイミングで G1 走り始めて、まあ、自分の中でもこう自分自身でしっかり成長したなっていうのを確認したいですし、皆さんにもそういうのを見せたいので、まあ、その後一歩超えれるようにしっかり準備してです。準決勝頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。